現金総額20万円プレゼントのお知らせでございます。 MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたします。こちら YouTube やポッドキャストではなくラジオとラジコの限定企画です。応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでお伝えいたします。ぜひご参加ください。ここからは石田英二さんでございます。石田さん、おはようございます、はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。まずはこちらからです。大使館跡に弥生時代の集落、説明会を開かずにマンション建設へというところでございます。東京は千代田区一番町のイギリス大使館の跡地から弥生時代の集落跡が見つかったことが分かりました。で、見つかったのは東京の三菱地所レジデンスが開発を進めている土地で、縄文時代のものも含めて、ね、これまでに縦穴住居跡が28棟確認されたということなんですね。ただ遺跡として現地に残すことはこれ難しい見込みで、調査後に埋め戻されてマンション建設が始まるということなんですが、これまあ現地説明会も開かれないということで、都心における遺跡活用の難しさ、うん、浮き彫りになったというところですね。いいんです、いいんです。法的にはこれは逆に三菱レジデンスさん、まあさすがに大手なんで、かなり法律にのっとって、はい、やらなあかんことは全部やってはるというイメージなんですけどね。千代田区一番町といいますと皇居のすぐ目の前でございまして、超一等地、ウルトラ一等地です。超一等地、こんなとこによく出物があったなというぐらいの土地でございまして、まあ、はい、もちろんこれイギリス大使館の跡地なんで、はい、それは出物なんですけども、マンション建てるはず、さすがあんなとこに皇居を見下ろすようなあなた、あんなマンション建てられへんでしょ。あ、そっか。だからまあせいぜい20階ぐらいの、あでしょう、ね、だからウルトラ一等地に20階から一部屋あたり、いや、何本ぐらいすねやろ、ね、数十億でしょうな、またそんなもん、そんなん買う人がいるんですね。縄文時代に住んでた人は後に5000年後にこんなことになってるとは思いもいなかったでしょうね。と一緒でよかったな、どうしたらよかったね。そんなウルトラ一等地の開発なんですけど、実は家を、今日は、ね、テーマとしては家を建てるときに遺跡が出たらという話をしたいんですけども、はあ、このここ掘れば何か出てくるでっていうのは、例えば奈良とか京都とか、奈良とか行ったら出てくるでしょう、あるでしょ、はい、で例えば、この辺やと、まあ、の平城、NHK さんの近所、馬場町あたりはそれは掘れば出てくる、ああ掘れば、あらね、府庁あたり、はい、実は鶴見緑線、ごめんなさい、地下鉄の鶴見緑線が府庁を行く人のために、はい、あの辺通そうという話があったんですよ、はい、昔、はい、ところがあそこ通しちゃうと何か出てくる、何かが、ね、いや出てくるでしょうね。出てくると大変なんで、だからずっと南村町の方からずっとこう回るようにしてるんですけど、そういうことですか。そうなんです。でもそのあたりも一等地といえば一等地。いやいや、もちろんそうなんです。あの辺はまだギリ出えへんやろ。ところがね、ここ掘りゃなんとかなんか出てくるでっていうのを、埋蔵文化財宝蔵地というんですね。宝蔵は宝は包む、宝蔵地、何か出てくる、分かってるとこ、うん、ここ掘りゃ絶対何か出てくる、出るでしょうね、これね、全国にねどれぐらいあると思う、何本ぐらい、想像つかへんな、でも、いや、え、何、100、いや、いや、もっとあると思います、1000、2000あるんちゃいます、1万とか、もっともっともっと、100万くらいですか、46万地箇所、46万箇所、6万箇所もあるね、でそこ掘りゃなんかその遺跡とか、どのレベルですか、だからこのレベル、いわゆる縦穴式住居跡とかですね、マンションを建てるぐらいのスペースというイメージですか、家でも出てくるでしょうね。あとで言おう思いましたけど、昔石原裕次郎さんが自分の家、新しいの建てるんで、はい、近所に買い張ったじゃないですか、はい、あれは確か宝蔵地だった、そうです、そうです、まあ、ここ掘りゃ出てくるの分かってるわけ、はいはい、でその46万箇所あって、そんなある、うん、でね、そういうところをなんか、まあ、掘ると言いますか、うん、掘り返すときって必ず2ヶ月前に届け出なあかん、ここ掘りますよと、はい、ね、で、まあ、自治体に届ける工事しますよと、うんうんうん、ほんだら今度は教育委員会とか自治体の文化財担当者がちょっと話しましょうと、これどうしましょう、どうしましょうと、はいはい、でまず協議しますね、はい、で、場合によってはちょっと掘ってみましょうか、先にガサッと行く前に、はい、
試し彫り。試し彫りはね、試し彫り。あ、やっぱり出ました。出ました。これ狙いも出てきました。出ました。はい。やっぱりこれ出ますな。ここは報道地やから出ますなとなると、今後これ工事をどう進めるか、調査をどう進めるかというのを、まず話し合います。例やないんやから。やっぱり出ます。やっぱり出ます。やっぱり出ます。出る出る言うてたけど、なんかこれただのなんか茶碗のかけらまでちゃいますよと。これはちゃいますよ、ちゃいますよと。これはちゃんとしたもんです。はい、当時こんな当時時期はのございませんが、ドキでございますみたいなね。あ、それであのこれ場合によってはその工事、まあ、やめて調査するんですけど、お金はどうしましょうっていう話をします。はい、基本的には個人の家でない以外、はい、今回みたいにマンション、はい、建てる付けはもう全部デベロッパーの負担です。うわきついな。そういうもんなんです。分かってほったでしょ。分かってたでしょ、あなたがここ放送地で。あれですか、すまん、掘りたいです言うたらそこは放送地ですと言われるわけですか。 あとね、僕は実物見たことないんですけど、うん、役所に行くと、うん、あのそういうマップがあるそうです。あ、そうですかと。だからあのまあ、そういうあの建築関係の人はよう知ってて、ね、ここ本音やったらちょっと見に行こう、あここ報道地ちゃうわ、よかったなみたいな感じ。ここ報道地やから46万箇所もありますから。でそこは何もされずに置いたままになってるんですか今。うんうん、だって今回みたいにこう そこにはもともと何かが立っとった。そうかそうか、アメリカの、あ、ごめんなさい、イギリスの大使館が立っとって、それからただね、うん、言うたかってマンション建てるとなったら深掘る。あ、そうか、深く掘るでしょ。そりゃそうです、まあ、出てきますよ。出てきます。あ、出てきましたなということで、はいはい、でお金はじゃあデベロッパーさん負担ねと。で調査が始まります。だいたいね発掘調査これ数ヶ月かかるんですよ。うん、で今回のも6月から調査が始まって、はい、来年の3月まで続くそうです。その間工事ストップ。うわそれきついな。きついでしょ。きついで費用はデベロッパー持ち。これ三菱自主さんぐらいだと無理やね。いやまあそうやね。大きいとこだからね、大きいとこやないって。ある意味分かってるわけ。分かって。でもうそこも大きいとこしかできないんですよね。うん、石田さんぶっちゃけた話、マンションの値段にその分も入ってるんちゃいまんの。うん、まあそりゃそうでしょうな。当然でしょ、ね。それも入ってますよね。うん、まあそこまで考えてるのマンション。入れてきますかね。でそんなもんちょっとぐらい乗せたからでごちゃごちゃ。いや多分言う人だから。そうはそうですね。マンションちゃいまん。そんな額。あなたね、はい、20億のマンション、あの大阪で売り出してでしょ。はい。ね。はい。消費税だけで2億円もないで、ね、まあ、丸っぽそうか、消費税だけで丸っぽ 10% ちゃうやろうけどね。これが21億になったからって、うん、ああそうでっかって話です、うん、建物 10% ですから、うん、あんた、うん、ね、はい、まあまあ、ほんなそんでほんで、はい、あの今回まあまあほんでつらいのが、はい、なんか出てきますね、はい、湿度、うん、出てきたら誰のもんか、はい、誰の三菱さんの自治さんのもんになるんでしょうか。そう、遺跡とか何だかこうすごいお宝みたいな、そうか、すごい仮に埋蔵金とか出た日には、まあ、埋蔵金までんけど当時埋蔵金なんかあれへんからさ、これ歴史的な大発見みたいなものが出た。だから土器でもさ、これはでもさすがに国のものになるんちゃいますか。そうなんですね、あの、まあ、国というか都道府県のものになるんです、ね、なるんですよ。だからまあ言ったらデベロッパーとしては金払うだけなんです。そうです。代わりに発掘調査したみたいなもんですね。そう初期の、ね、うん、でこれね、あの多くの自治体は自分が住む家以外やともデベロッパーの負担になっちゃう、はい、ね、うん、で、今回でただ掘って調査が済んだ後どうするか、うん、これはデベロッパーさんといいますか開発業者の、まあ、意向なんです。これあくまでも自治体としては残してとか、場合によってはこのまま博物館にしてとか。これでもそれこそ、うん、今回の場合はもう埋めるというか、埋めるとかもうくす、そう掘るんでしょうね。掘るんです、うん、そうです。なくしちゃうで結局その、現地説明会をしても含めて言うても日本にはこう財産権というのはございますから、はい、なんぼ遺跡や豊かて、うん、そこをあなたが買ったこの数百億単位で買ったこの土地は、うん、召し上げますとは言われへんわけですね。確かにそれはそうですよね。でしゃあないから隣に作ってるわけにもいけへんわけで、はい、ここはでも隣ほっとまた出てくるから、おそらく、はいはいはい、だからこれは現地説明会も含めて行政としてはお願いベースだけなんですね。はあ、だからデベロッパーさんとしてはもうやるだけやったと。で説明会は別にもう開かんでも、はい、いや言うたらそこまで貴重なもんでもなさそうやっちゅうのも分かってる。ああ、よかったですね、うん、これほんま超貴重な、うん、日本の、古代史を覆すような、ものだっ
この場合は現地説明会をするでしょうね。現地説明会をして、でもやっぱり、まあ、もちろん調査して資料も残した上で、はい、もう、はい、もうそこはもう場所はしょうがない、そのまま使うでしょうね。おしゃー、そりゃそうですわ ね。要さ、あのビルにはさ、はい、あの低層ってあるやんか。あります。その時にそこから出てきたアンモナイトとかが、そうそう、埋め込まれてたやつ。うちの会社も埋め込まれてる1階に近い階あれやろ、ありますよね。あんなんで住んじゃう、なんか土器みたいなとか埋め込めへんけど、こんな出ましたみたいな。でも自分のもなれへんからね、それは。今だったらでもこう、なんていうんですか、こうごっそーっと古文から掘り返して、うん、どっかにこう、ね、なんかそれごとどっか持っていくとかできへんのかな、みたいな。まあ、まあそれもじゃあ自治体が負担して、ね、まあ、そこまではデベロッパーは知りませんで、そうですよね、なるわけやから、まあ、残してほしいならやって。さあ話はちょっと戻りますが、はいはい、これはあのー、で構造地やと分かってやってるし、はい、まあ、三菱さんという大きな事象、あのデベロッパーさんからまあやれたことなんですけど、はいはい、個人の家を建てるときに掘った出てきた、はい、しかも報道地とは知らんかった、はあ、いうケースはどうなるか。どうすればいいんですか。いい例があるんですよ。近鉄の梨田さん覚えてない、ええ、梨田さんとこ、梨田さん藤井寺に、はい、あの方藤井寺にあの自宅兼商業ビルを建てようとして掘ったところ、はい、なんと、うん、2万2000年前の遺跡が発見されました。すごいな、2万2000年前で工事の着工は大幅に遅れまして、はい、で、まあ、200万も負担した、あの調査費、調査費よりもその間その建てようと思ってたことがずれるわけやから、はい、家やったらどっか他借りなあかんし、その物もどっか預かってもらわなあかんし、そのお金がごっついじゃないですか、はいはい、で梨田さんやはりあの太っ腹な方なんで、うん、いやもうビルの宣伝になるからええよと言うて、それのまま損で終わったん、はい、でただそれだけなので調べたらすごい、うん、そこの文化財の跡地に名前が、梨田さんの名前が残ってるんですよ、はい、あのね、ハサミ山遺跡梨田地点すごい、なんか歴史の教科書を取りたいな。爪痕は残しはずそうそうそう梨田さん200万出してちゃんとあの歴史に名を刻まれます。いいですね、ね、でもう一つは、はい、まあ、さっき言った石原裕次郎さん、はい、そう、ここはね、おそらく宝蔵地だと分かってたはずだ、はい、正常のお家有名だね、はい、あのご自宅の近所にもう新しいご自宅を作る、はい、でやったら掘ったら出てきた、はい、でこれはさすがに、まあ、あの国交の時はあの、うん、古墳時代の時はガサガサ出てきて、はあ、もう研究機関がもうちょっとうちが発掘調査しますいうレベルのもんやったんです。あ、そんなに、うん、はあ、でもうあのめっちゃ止まったんですけど、はい、でこれは、まあ、おそらく放送地だと思ったんで、うん、分かってたもんですけど、まさかそんなにすごいものが出てくると思えなくないのレベルです、うん、でこれのね後日談はす、はい、すごいですよ。何です、これはすごいよ。知る人ぞ知る人なんですけど、大都会に弁慶刑事とおったやろ、覚えてへん、ちょっとあの背が高くてひげ面の、あの狩谷俊介さんっていう ドラマの登場人ですね、大都会、はい、大都会という、はい、あ、ごめんなさい、大都会という石原軍団の出てくる、はい、あのね、石原裕次郎さんとか渡哲也さんとか出てくるドラマがあったでしょ、はい、あそこにいろんな刑事さん、まあ、石原プロの刑事が、はい、刑事さん、はい、でこの中で弁慶っていうあの呼ばれてたデカがおったんですよ、はい、弁慶デカ、はい、狩谷俊介さん、はい、覚えてない、はい、結構顔特徴的な、はい、柄の大きい人、はい、あの方はもともと大道具さんだった、うん、大道具さん、君なかなかおもろい風体してるなと、はい、ちょっとうち入りへんかいって役者の道入ってる、はい、で大都会でその弁慶デカをやってたんですけど、はい、だから最初がそもそもそこまで役者に思ってスタートしてない方なんですよ、はあはあ、でやってる時にボスの家から遺跡が出てきた、はいはい、自分を携わった、はい、これに惹かれて役者辞めて学者になっちゃった、はい、うん、すごい人生が、あの方は考古学考古学研究の道に進みはったんです。そっから、そっから、へえ、今大学でキャキュンキューとかやってはる考古学の人間の分からんもんですね。そうやろ、もんですな。なしだちてもそれだけど、弁慶さん、弁慶デカも、はあ、運命変わることあるんです。こういうことから何か変わるかもしれませんよ。はい、では続いてこちらでございます。時刻6時39分になります。さあ、中国が EV の電池素材黒鉛を輸出規制いたしまして、国内メーカーが対応に追われているようです。中国政府は1日黒鉛グラファイトの輸出規制を発動いたしました。日本は EV 電気自動車向けのリチウム電池の材料などとして輸入量のおよそ9割中国に頼っているという状況なんですが、さあ調達が今後滞る恐れもあるということで、
、メーカーによっては不安の声も上がっているようですが、さあ今後どうなっていくんでしょうか、石田さん。黒鉛っていうのは、まあ漢字で書くと黒い鉛って書くんですけども、はい、鉛は一切含まれておりません、はい、あ、そうなんだ、丸っぽ、入ってないんだ、丸っぽ炭素です。あの元素記号でいうとただの C です。あ、そうなんですね、はい、でダイヤモンドもただの C じゃん、はい、で備長炭もただの C やん。あ、そうか、黒鉛も C なんだけど、これはもう結晶の、はい、結晶の違いかな、はい、C がどう固まってるかという違いで、うん、で結局これあの炭素なんですよ、はい、で、一番まあ、黒鉛使われてるんで、僕ら身近なもんで言うと鉛筆の芯です。そうですよね、黒鉛筆、はい、そうです。これは何かというと、黒鉛ってね、なものすごいね特徴のある物質で、はい、まず潤滑剤に使われるんです。あ、そうですか、はい、だから鉛筆の芯っていうのはある程度あんな破れてもあかんから、確かに滑らか、滑らかなんです、はい、そうです、ね、あれ B が多いほど滑らかでしょ、うん、B が多いほど黒鉛の含有量が多い、はい、まあ、全部黒鉛だとヌルヌルしすぎる、うんうん、だから例えばね、鍵開けようとするやん、はい、鍵やったらなんかこう周り悪いなあいう時に、はい、あの潤滑剤の代わりに鉛筆でカレカレカレってやってやったらすぐ回るよ。あ、うん、知らなかった、はい、うん、でそういう潤滑剤として、まあ、鉛筆の芯にも使われる、はい、あとね、これが熱伝導が素晴らしく良いんですって。そしてあの摩擦熱がだから、ね、逃がすてくれる、うん、ということでブレーキパッドに使われてます。はあ、使い勝手いいんですね。新幹線のパンタグラフにも使われてます。へえ。いろいろ使う。で電気を通すんです。こいつ、はい、はい、鉛筆の芯はだから電気通すんです。はい、で、はい、でこの、電池の電極材、つまりプラスマイナス電極ね、はい、に使うんですけど、特にリチウム電池の負マイナスの電極材に使ってるんです。はい、だからこれがなくなるとリチウム電池が作れなくなって、うん、そうなると EV が困るという流れになっていくわけ。えらいことですよ。で中国は、日本は中国から 86% 入れてます。あとはちょっとアフリカからマダガスカルとか入れてるんですけど、ほぼ全部です。およそ9割ですよね。9割、うん、でこれに関して、中国がもう、うん、売ったらへんと言うてへんね、うん、あの輸出規制やからちょっと厳しくチェックします。うんうん、どうチェックするんですか。例えばそのすごいあの高純度のもんはあかんよとかさ、使い方をどうすんのとか、うん、そうチェックしますよと。でだから輸出する中国企業の書類をややこしくするわけ、はいはい、で実質輸出規制になるんですよ、それがね、うん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 、であの黒鉛ってじゃあ中国しか取れへんのかやったら、そぼじゃない、はい、日本でも取れます。あっちゃこっちゃ取れます、はい、取れるんですよ、うんうん、言うても炭素ですから、はい、ダイヤモンドだったら違いますから、同じ炭素でもね、うんうん、で取れるんですが、中国という国はあの世界の工場と言われた、今最近はそうでもなくなったけども、うんうんうん、やっぱり黒鉛を掘り出して製品化する過程の人件費が安い、はい、ということで中国で作った黒鉛は同じ黒鉛でも安く、やっぱ安くてに入る、はい、だからもういつの間にか中国はもう世界中のものを一手に引き受けるようになってしまった、はい、でアメリカとって中国から買ってる、はい、なので売ったらへんって言われたらすっげー困るんです、はい、いやそこで、いやそこでもともと、まあ、そこでアメリカもね、うん、そんな言うのやったら、うん、ちょっとあの今ねアメリカと中国といやらしいあのつねり合いしてるんです、はい、じゃあそのあたり、はい、こちらで。そのアメリカが EV 優遇要件で中国材料を排除というところです。さあアメリカのバイデン政権なんですが、電気自動車の購入者に1台あたり最大$7,500、およそ110万円の税額控除をする優遇措置について、中国製の電池部品や、重要鉱物を使っている場合は対象外にするという発表をいたしました。EV 生産に不可欠な重要物資の調達で中国への依存度を下げまして、アメリカとその同盟国による重要物資の供給網を強化する狙いということなんですが、まあ、当然これによって日本が受ける影響もあるということですよね、はいはい、あのアメリカに対する輸出規制は日本も受けます、はい、あの同じ目だと思われてるから、はい、君ら友達やろって言われてるから。なるほど。で中国はね、例えばレアアースでいうとガリウムとかゲルマニウム、名前ぐらい聞いたことあるでしょ、うんうん、これもあの輸出規制したんです。これはね、はい、半導体に使うんです、はい、まあまあ細かいこと言いますけど、はいはい、半導体に使うんですね、はい、で、まあ、太陽光パネルにも使えます、はい、うん、あとそうやな LED にも使うし、うん、5G あの携帯の基地局にも使えます、はいはいはい、これ結構重要な物質、はい、これも実は世界で取れるんですけど、さっき言った黒鉛と一緒で、うん、中国は安く製品化してたんで、はい、中国がいつの間にか世界を市場を牛耳ってる、
これでもえらいことですよね、うん、中国からその炭素の輸出は規制するわけでしょ、うん、で今度アメリカで、うん、中国製の部品を使ったものに関しては、そうそうそう、税金の控除をしませんよと、どつき合い、これでね、そのゲルマニウムとガリウムも中国がちょっと一足、国営より一足早く輸出規制してるわけ、うん、ね、半導体の材料やろと、はい、でその前にアメリカが中国に半導体売ったらへんって言うたわけですよ、うんうんうん、ほんなら今度は作れませんわね、作れ、はいはい、だね、うん、ほんなら中国、はい、要はね、半導体の世界が今めちゃくちゃ面白くって、はいはい、うん、どうなって世界の半導体はね、小さければ小さいほどええというふうになってる、はい、うん、小さい半導体を作るところが勝つ、うん、例えば1センチ角にのシリコンの上に例えばトランジスタとかダイオードとか抵抗とかコンデンサー、うんうん、1センチ角にもういっぱいある、はい、でそれらをつないでる線がありますね、はいはい、でこの線と線の幅の小ささで競うんです。小さい半導体の方が同じ性能でも電気あんまり食わへんやん、うん、ね、それと高性能やし電気食わへんから、その例えばスーパーコンピューター使うにはそっちの方がええとか、はいはい、どうせ電気食うからね、はいはい、スーパーコンピューターなんて、はいはい、で線と線の幅を小さくする戦争が今起きてんの、はい、分かる、はい、1センチ角にいろんなものが入ってそのつないでる線があって線と線の今で最初アメリカが言うたのは、うん、最初言ったのは14から16ナノ以下の半導体は先端半導体言ってこれは中国に輸出してあかんと。お、全然分からへんやろ、はい、分かんないですけど、はい、まあ、とにかくめちゃくちゃちっちゃいもんでございます。最初クラスでね、今ね3ナノぐらいの幅が3ナノ線と線の間が3ナノぐらいの半導体が今一番ちっこい。ちなみに 1ナノっていうのは髪の毛1本が 0.1 ミリなんで髪の毛1本の10万分の1です。10万分の 1? よ、聞いたことないですか、そんなを作るって意味毛穴が甲子園、あはははは、い、ボール、はいはい、あります。毛穴が甲子園でボール1個がナノパカプセルだったでしょ、はい、あ細上くるさんの、はい、だから毛穴が甲子園や、はい、ね、毛穴の10分の1が1ナノや、あごめんなさい、10万分の1が1ナノや、はい、だからボール1個分言いますよね。そうや、毛穴 があってその10万分の1が1ナノ、その今その3倍3ナノくらい、幅が3ナノくらいの、はい、線と線の間が3ナノくらいの半導体が、はい、一番今へーで、すごいやろ、でその14から16というそのもうちょっとだけ大きいやつ大きく落ち込む、大きいけど違うは、あかんと、あかんと言うたら、はい、やっぱり、ね、中国もね、ファーウェイってほらスマホの会社あるやん、はいはい、あそこが出してきたスマホが中開けたら半導体が入ってて、はい、その線と線の幅が7ナノやったんですよ、7? 7ナノで、あかんがな、要は技術漏れとるがな、おいう話になって、どうもそのアメリカの製造技術が漏れて使われてたみたいなんですよね。で今そのクソー言うて、はい、もう3ぐらいのやつは絶対も漏らせんするし、はあ、もう作らせん、でも 3ナノの幅の線と線のそんなような半導体がないと作られへんもんがいっぱい出てくるでしょ、はいはい、うん、だから今そういう戦争してね、だからそれに対して輸出規制したアメリカが、はいはい、そんなちっこい半導体売れへんって、うん、だから日本もお前とこも追随せよって言うから、うん、ははーって日本は今はそのちっこい小さい小さい半導体を作る工場を、うん、作ろうとしてます、はい、熊本にできるやつは熊本もそうです、うん、で大きいのはね北海道に作るやつ、北海道、はい、千歳空港の近くにできるやつ、あ、ね、あれ国産なんですあれ、うんうんうん、あれが3ナノやったかな、なんかそんな日本いけるんですか、いけるいけるいける、いや技術はある技術はある、それをいっぱい作る、しかしそんなくしゃみでけへんないじゃん、いやいやくしゃみどころか息するのも多分体についてても分かんないでしょうけどもやいやだから線と線の間が3ナノな、はい、でもだからそこのものすごい1センチ角に3ナノがいっぱい並んでるわけや、そういうことですよね、それはもう打ったらあかんでっていうのは日本も分かりましたって 、はい、言ってるもんやから、アメリカが、はい、ほんなら中国が腹立つ言うて、だからその材料を売らん、ほんだら、あ、そうか、ほんだらアメリカが材料売らん、よっしゃ分かった、ほんだらその材料を使ってる中国の車は優遇せえへんとか言うて、今そういういやいや笑ってる場合ちゃうから、いやでもお尻のつねり合いしてるの分かる、これでもそれでいろんな国が迷惑を持ってるんですね、そうなってくると困るのは誰ですか今行き着くところ、えっと
僕見てるととりあえずあの我慢比べでしょとしては、うん、最初今言うたね、例えば黒鉛、ガリウム、ゲルマニウムというのはものはあるわけ、うん、それを生成するときにコストが高くなっちゃう、うん、だからものがあるんやったらコスト我慢なんとかせえという意味やったら、はい、そっちのが勝ちそうに思うけどね、うん、はいですね、ただまあ高なっちゃうようなものがそうですよね、うん、で、ユーザーの方とすると、うんうん、その工場を受けられない車と工場を受けられる車やったら、まあこんな迷ってたら、うん、安い方に評価になりますわね。そうそうそう、あの日産の今車アメリカで工あの、ええ、110万の工場を受けてるんですけど、そこにはその中国の原材料を使ったものがちょっと入ってると、うん、だから買えなあかん、それを受けようも、あそうか、だから日本買えメーカーさん買える努力をせなあかん、ね、そう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 、はいはい、だからそうなると、まあ、みんなしんどいねよ、なんかこの喧嘩はほんまやな。でかといってこれ、お互いにじゃあそれやめましょうと、うん、あ、つまりもういがみ合うのやめましょうと、輸出も規制しませんと、うんうん、とはいえ半導体の技術を、うん、これで半導体ってね、あの安保問題、安全保障問題になるでしょ、要は兵器に関わってくるでしょ、より正確で、まあ、言った殺傷能力の高い兵器は半導体がええのがいるわけよ。でしょ。そうなってくるとこればっかりはおいそれと中国に輸出するってわけにはいかないですよ、ね、そうそうそう、最初はあのバイデンさんが中国に対してこれ輸出できへんって言い出したら、うん、もう安保の話からなんですよ、はい、うん、どっちか言うと、はい、その経済というよりはそのこんなもんで武器作りやってうちのんで、ここを緩めることは普通に考えてアメリカの政権の中ではないですよね、はい、バイデンさんであろう、はい、これトランプさんに変わろうがない、ない、ないですよね、ないとなってくると必然的に国営はやっぱり輸出規制されたままに、だからもう他でも取れんねんから、うん、他の他のであの安く製品化してよっていう話だと思うんですよね。うちの裏にあの石炭工場はい、わかりました。では、お知らせ挟んでさらに続けてまいります、はい、上泉雄一のエーナー、 MBS ラジオがお送りしています。時刻6時まもなく58分になります、はい、続いてこちらでございます。携帯電話を使っての自転車罰則強化へというところです、うん、警察庁は携帯電話を使いながら自転車を運転する行為の罰則を強化いたしました、はい、罰則、あ、ごめんなさい、反則金納付で刑事罰を逃れる、交通反則通告制度青切符の対象に入れることを検討しています、まあ、現在は都道府県の公安委員会規制で禁止されていまして、違反した場合は5万円以下の罰金が課せられるということなんですが、警察庁は禁止規定を道路交通法にこれ格上げをいたしまして罰則を強化するということなんですよね、うん、あの夏ぐらいから、はい、自転車にも自転車の違反にも青切符をという話が進んでるんです、ました、はい、要はあの罰金しかなかったら切れないんですよね、はい、結局、うんうんうん、あのちなみにあの歩道で前に人歩いてるキリンキリンってのいてのいてって、はい、やったらあれいくらの罰金か、はい、お金は知らない、知らあれでよ、あれ罰金なんですよ、うん、2万円、のいてって鳴らすだけで、でもそれで2万円って取られてるの見たことありますよ、ね、ないですよね、うん、あいわゆる赤切符になるんですよ、罰金なんでね、うん、で車でも相当なスピードオーバーしたら赤切符じゃないですか、はいはい、でそれ自転車のチリンチリンでやるってこれ赤切符やでと、これ2万円罰金や でしかも前科つくで、細かい話ね、はい、罰金やねんから、罰金ことは前科つくの、反則金、罰金、罰金やから、で5年払ってから5年経ったらその前科は消えますけど、5年間あるし前科つくわけや、あんまりいらっしゃらない、だからね、それやると警察も大変やから、うん、そう簡単に切れない、うん、だから青切符というあの切りやすい反則金制度を自転車にも使うという動きなんです、これね、じゃあそのあたり7時の時報の後お伝えをしてまいりたいと思います。7時のお知らせです。さあそのあたり石田さん整理して、いや、さっきのチリンチリンで2万円言いましたけど、まあ、いろんなのがあって、うん、例えば一番よくあるのはそのここはこの歩道は自転車が通ったあかんのに通ってるとか、はい、あの線引いてこの、ね、車道でも線引いたでしょ、はい、青い線分けられてるところでね、うん、あるある、そこを逆に向きに走るとか、ああ違反なんですよ、でそういうの全部あの今ね実はあの交通違反に なる自転車のそういうのって130種類ぐらいあるんですよ、うん、まあ2人よりもそうや、
でも多分そんな意識せんと乗ってると思いますよ。そこでいちいちお前罰金やってやってたら、うん、もうはっきり言ってそれ検察も大変ですよ。だってそうですよね。そうですよ、うん、罰金で前科まで作ってことは検察まで、そうです、まうん、ちゃんと簡易裁判所で、はあ、罰金納めなあかんわけやから、はあ、そんな起訴せなあかんわけ、略式起訴になるわけやから、うん、そんなこと言い出したらもう多分もうそれだけで一日仕事ですよ。そうです、ね、だからそうなんです。なのでかつて、車もそうやったけどもういろいろ違反が増えた時に、はい、例えば駐車違反で罰金っていうのもなんなので、じゃあ反則金という形で、やりましょうとなって、うん、はいはい、でそれを自転車に適用するときに何をまず何からあかんか、さあそこですわ。まず すぐ出てきたのが信号無視だったんですよ。ああそれは分かりやすいね、うん、もうね、これね、自転車が去っていっちゃったらっていう、の信号無視のひどさは怖いね。これ交差点ではもうこわごわよ、いつも車運転する時。いや、ありますやっぱり。平気で来るで、まさかという時に来ますもんね、うん、怖いです。もうすっごい聞き方する人おるで。でこれ見えてないんですか。いやなんやろな、なんやろ、ね、例えば10メーターぐらいの、まあ、7メーターぐらいの道だったら、ね、赤無視してもええ思てんのかな、あれ。でも分からんわ。自転車を運転する方が怖くないですか。 そんな交差点に突っ込んでいくな。そう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 、だからそういうことなんでしょうね、うん、これ運転車運転してない人ほどそういうの平気でしょ。うん、こうやばいと思うやんか。うん、突っ込んでくれと思う。うん、ほいで、まあ、そういうのを、まあ、どれを青切符の対象にする、反則金の対象にするかという議論がずっと続いてて、うん、なるほど、もう年明けにはいろいろ固まるんですけど、はい、その中にスマホ見ながらの運転も入れようってなったよ話です、これ。うん、で、スマホを注視する。これ面白いね。注視。よく岸田さんが使いありますけど、はいはいはい、スマホを注視って言った場合に、何秒以上あなるほどと思う、どれぐらい、いやでも1秒で何メートル進むとかそんなことを言い出すと、でも多分注視すると5秒ぐらいちゃいます。 1,2 でもそのことしたらほんまに事故りますもんね。そうやね、まあ、車やとね、あ惜しい、2秒です。2秒、やっぱり操作で、うん、電源で2秒開けて、うん、地図アプリを押してピュッて今 3回の動作、そうやけど、でも地図アプリを入ったやつを、うん、なんていうの、ホルダーみたいにカチャッと入れて、はいはい、運転してて、はい、これ落ちるかなとこ見るときあるじゃん。見ます見ます、うん、それは2秒見てアウトです。あそんなん言ったらなんとかイーツとか無理じゃないですか。そうだからホルダーに入って装着してるスマホを2秒以上見て、うん、見んのもアウトです。へー、これ石田さん、まああれですけどね、自動車とかと一緒で、うん、それはもう現行犯になりますよね。現行犯そうやね、現行犯、現行犯しか無理やね、無理ですよね、うん、たまたまその行った時に、うん、おまわりさんとかが、うん、2秒危ないよっていうタイミングですよね。シューンって行っちゃうからもう、うんうん、止められるのかな。今現時点でその注意してるのに、うん、その千葉県警なんかイヤホンしたまま運転してる、こう、あこれもな、これもね、おそらくね、近い将来反則の対象になると思う。これは分かりやすいや、してんねんから。そうですね、でも若干分からんでもない、なんか気持ちいい曲聴きながらヒューってやりたい気持ちは分かるけど、外の音も聞こえるイヤホンとかもありますよ ね、うん、だからイヤホンし持って気持ちいい運転してたら前の人の中でチリンチリンってものすごいバッキやねんもん、これほんまです。ほんまは本当おまけにスマホまで操作してたら言うたらちゃんと子供にも教えなきゃいけないですね、うん、あ今うんはい、松川さんええこと言うた、子供にも教えなあかん。これ議論のちょっと難しいのは、子供をどうするか、うん、子供に例えば反則金5000円です、7000円ですって取るんか。その子供もね、ある程度中学生ぐらいだったらダメよって言ってやっち、うん、小学生やってない子の方が多いと思うんですけど、でもね、僕ね、もうね、運用は別にして子供からも取るっていうふうにしてた、子供って案外さ、うん、二人教えたらお巡りさんに怒られるでとか言われたらちゃんと確かに気付けおるやん、うんうん、そうですね、だからその、これしてたら7000円な、7700円にしてあげて、いやだから運用どうするかは別やね、うん、そうですね、そういう反則金が取られるんだよっていうことを子供にも言うた方がええには思うよな。どうなんですか、例えばいつ頃から施行されることもあるんですか。もうだから早ければ来年もいろいろかなりどの反則で取るっていうのは決まるから、はい、来年年明け早いうちに、はい、まあ、早かったらまあ、それともこれ一応法律変えなあかんからね、うん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 、
どこを変えなあかんので、でもまあおそらく法律変えて施行されるとなったらですよ、はい、まあおそらく、いろんな意味で大々的なキャンペーンもなると思うんですよね。今まで再来年、早かったら再来年、来年改正して再来年、再来年ぐらいですかな、その施行、ね、危ないですからね、周知期間がいるからね。でもまあほんま言うようにあのお互いの立場になってみたらそうなんですけど、怖いっちゃ怖いんですよ、お互いにね。最近早いぞ、早いじゃん、自転車早いんです、ピュンってきたり、ね、本当それこそスマホなんかで1秒とかでも目落としたら、うん、ね、あっという間にもう、何メートル進んでるか、ね、事故になっちゃう可能性もありますんで、はい、だそうでございます。現金総額20万円プレゼントのお知らせでございます。 MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで、日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたします。こちら YouTube やポッドキャストではなく、ラジオとラジコの限定企画です。応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでお伝えいたします。ぜひご参加ください。取れたてピックアップニュース、こだわりの朝どれニュースをご紹介。まずはこちら、はい、経済協力開発機構は5日2022年に81の国と地域で15歳の生徒らを対象に実施した国際学習到達度調査結果を公表しました。日本は読解力が前回2018年の15位から3位へと順位を上げ、はい、数学的リテラシーは6位から5位、科学的リテラシーは5位から2位へと上昇するなど、ともに世界トップレベルを維持しました。まあ、日本の場合もですね、コロナにおいてオンライン教育が、オンライン授業がしっかりできたっていうところが大きいそうなんですけれども、はい、あともう一つ、読解力を上げるという意味では、ついつい使ってしまうやばいとかっていう言葉、これをいかにですね、はい、いろんなバリエーションでしっかりと別のことを置き換える、ね、アナウンサー的なところから、はい、こういうところも大事だそうでございます。先生が教えてくれました。はい、続いてはスポーツの話題。 J リーグの年間表彰式 2023 J リーグアウォーズが5日横浜アリーナで行われ、初の得点王に輝きヴィッセル神戸の初優勝に貢献した大迫勇也選手が最優秀選手賞を初受賞しました。神戸からの選出も初めてで、得点王とのダブル受賞は史上10人目の快挙となりました。まあ、考えたら海外での活躍も多かった大迫選手ですから、ね、まあ、日本でのタイトル初めて、うん、まあ、そうなんだろうなと。まあ、一方で本当今年は阪神タイガース、オリックスバファローズ、 そしてヴィッセル神戸、関西のスポーツは本当盛り上がりました ね、はい、素晴らしかったです。続いての話題はこちら。東京都の小池百合子知事は、都内に住む高校生を対象としている授業料支援について所得制限を撤廃し、私立高校を含めた全ての高校で授業料を実質的に無償化する方針を明らかにしました。また学校給食費の負担軽減に取り組む考えも示していて、今後具体的な制度を検討していくとされています。本当に高校教育無償化っていうのは、これ全国的な流れになっていくんでしょうかね、はい、このあたりね、そこに間に合えばいいんですけど、はい、うん、続いては政治の話題です。自民党派閥の政治資金パーティー券問題で、安倍派からキックバックを受け裏金にしたとされる所属議員の秘書らを東京地検特捜部が任意で事情聴取していることが5日関係者への取材で分かりました。また派閥からの勧誘で少なくとも数千万円を受領した所属議員がいたとみられることも判明しました。特捜部は政治資金規正法違反の疑いで捜査を行い、受領額が多い議員を抽出し、13日の国会閉会後一斉に聴取する見通しです。これ、まあ、額の大小に関わらず、まあ、そのお金が記録されていないということは、これ脱税にもつながるということですから、そうですね、さあそのあたり含めてどんなふうな捜査になっていくのかということですよね、はいはい、続いての話題はこちらです。児童手当を高校生まで拡大するのに伴い縮小する方針の扶養控除について政府の見直し案が分かりました。所得税の控除額は現行の38万円から25万円に、住民税は33万円から12万円にそれぞれ引き下げます。ただ児童手当と合わせると富裕層でも恩恵が増える水準にする予定で、
今後与党の税制調査会で議論して結論を出す見通しです、まあ、どの所得層にしてもう高校生がいらっしゃるご家庭というところで言うとしっかりとまあ控除の部分とそれが児童手当の部分とというところで恩恵あるということなんですけど、はい、さあ改めてですが一体何を目的にどういうものを使ってこれを使っていくのかということですよね、はいはい、続いての話題はこちらです。ミシュランの日本法人である日本ミシュランタイヤは厳選した飲食店レストランを紹介するミシュランガイド東京2024の掲載店を発表しました。2024年度はセレクテッドレストラン枠を新設した影響で過去最多となる504件が掲載されました、はい、最高評価三つ星は昨年と同じ12点で3年ぶりの新店となる寿司店春高青の空と書いて春高が選ばれました、まあ、飲食店をやってらっしゃって星を取ってらっしゃるお店にしてみればここで星が増えるのか県庁維持なのかなくなるのか本当にすごい争いだそうでございますよ。そうですね、我々が思ってる以上に、はいはい、そして最後の話題はこちらです。伊藤忠商事の岡藤正弘会長は5日経営再建中の中古車販売大手ビッグモーターへの支援について我々としては何とか再生したいという気持ちだと意欲を示しました。ただ買収後に問題が再燃することなどで信用にも傷がつくリスクがあると指摘し十分な資産査定を行った上で改めて判断するとの考えを強調しました、まあ、岡藤会長おっしゃるようにいろんな側面おっしゃってまして、まあ、もちろんあとは従業員のですね声をしっかり守ってあげたいというところ、うんまあ、一方でその魅力的な中古車マーケットですよね。そのこのあたりとその信用というバランスとこれをどんな風に取っていくのかというところなんですけども、はい、この方向で進んでいくんでしょうかね。はい、ではお知らせ挟んで石田英さんの登場でございます。現金総額20万円プレゼントのお知らせでございます。 MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたします。こちら YouTube やポッドキャストではなくラジオとラジコの限定企画です。応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでお伝えいたします。ぜひご参加ください。